谷博明は、日本の歴史学者、文化人類学者。慶応義塾大学名誉教授。専門は、東洋史、社会史、歌教家人研究。千葉県出身。慶応義塾大学文学部卒業後、同大学院文学研究科修了。香港中文大学教員。慶応義塾大学助手、助教授、教授を経て、名誉教授。 同大学地域研究センター副所長を歴任。定年後、慶愛大学国際学部教授。1965年から73年にかけて、香港中文大学にて調査活動。1979年から80年に、UCLA 等にてアメリカ家教の調査。その他、台湾、シンガポール、マレーシア、タイなどで、家人伝統文化を調査する。 1969年、香港定員絵的研究にて、第5回、渋沢賞を受賞。戸張春夫は、蟹広明、山田達夫との交流を経て中国語圏の映画を研究にした。読売年間2016年版、P309、レビュー、スーパーシチズン超級大国民の日本公開と、台湾巨匠傑作戦、2018。 ニューシネマの季節と台湾テキスト吉田由美紀彦ネオネオウェブ webneo.org2018 年9月13日閲覧ありがとうございます。